皆さんこんにちは、ルカチャンネルのルカです。本日の動画はじゃん、こちらレアベイゲットバトルで入手できるようになりましたエアロペガサス、激レアベイとなっておりますが、皆さんこちらゲットしておりますでしょうか。まあ、大会のね予選トーナメントですとか、まあ、ワンベイでね使われている方っていうのはまあ少ない印象だったんですけれども、まあ、やはりね 3on3 デッキで、まあ、今運用している方がね、まあ、非常に多かったなっていう印象です。そんなわけで今回はこちらのエアロペガサスについておすすめしたいカスタム3選、今から皆さんにお伝えしていこうかなと思っております。ぜひですね最後までご覧になってください。まずですね、最初にエアロペガサスの特徴をざっくりご説明した上で、こんな感じでね運用するのがいいのではないかと、まあ、僕の意見をねしっかりお伝えしていきたいなと思っております。なのでね、まあ、数あるパーツの中からすでに選び抜いたカスタム3選、それのね、まあ、具体的な良かった点、そしてネガティブな点、これらをね皆さんにお話ししていきたいなと思っております。それではまずエアロペガサスのブレードの特徴からねお話ししていきます。まず何と言ってもねこの 38g の重量級ブレードということ、そして3枚刃になっておりまして、側面から見るとこう緩やかなね面とでわずかにこう出っ張った面でね構成されているのがわかるかと思います。このわずかな形状の変化で弾き性能から相手の攻撃をね、いなすディフェンシブな性能まで再現できると。真上から見ると、まあ、ほぼね、円形なので、フェニックスウィングよりも、まあ、形状有利かなっていった感じ。まあ、スタミナをね、残しやすいといったメリットがあると思います。ビジュアルに関してはご覧の通り、ダブルメタルコートを施してあり、カラーリングも非常にクールだと思います。それではですね、まず1機目がこちらになります。エアロペガサス 960R。 こちらですね、 R ビットの10枚刃でエクストリームダッシュのスピードを抑えて連続的なアタックが可能です。エアロペガサスのこのブレード形状によってアタックすることももちろんしつつ、まあ、いなして相手のアタック弁に対しては優位にスピンが取れると思っております。まあ、ネガティブなね、ポイントとしては、姿勢を崩した時のスタミナロスが、まあ、やや気になるかなっていったところ。あとはね、この 960 のラチェットがなだらかなので、エクストリームゾーンにね、こう、スルッと入っていってしまうっていったね、まあ、そういったリスクもね、懸念しております。まあ、ただですね、バースト耐性もありますし、スタジアムを動き回っているので、相手からのね、まともなエクストリームダッシュを受けにくい。かつアタック系ブレードに比べて圧倒的にスタミナ面では形状有利な状況がね作れるメリットがあるし、あとはねシンプルに重量でのアタック、そしてディフェンシブなベイとして、まあ、幅広くね対応できるんじゃないかなと個人的には思っております。続いてはこちらになります。エアロペガサス 960T。 はい、こちらねバランスタイプの基本となるビット、すぼまった軸先で序盤の攻撃力と終盤の持久力の両立をね実現しているということで、まあ、様々な動きを可能とするカスタムになっております。まあ、主にですねやっぱりアタックベイに対するディフェンスベイとしてポテンシャルが高いんじゃないかなっていうふうに考えておりまして、まあ、アタック軌道でね、まあ、もちろん相手に当たりくこともしつつ、まあ、後半は崩した姿勢を一度復帰させてスピンを取るみたいな最後のスピンまで期待できるというポイントがこのテーパービットの安心感かなというふうに思っております。そして最後はですねこちらになります。エアロペガサス 960P ですね。こちらねポイントビットによってエクストリームダッシュでアタックする軌道から軸先のね突起部分によって中心でおとなしいね動きになることが可能となっております。まあ、前半はですね機動力がありつつ、まあ、アタックすることももちろんできますし、後半は中心で姿勢保持をしながらねスピンフィニッシュを取ってくる期待ができると思っております。あの姿勢保持の能力においてはもうめちゃめちゃやっぱね高いポテンシャルがあったと思いますし、もちろんアタック目に対しては前半のオーバーをね耐えれば、まあ、ほぼね後半は姿勢を戻してくれてスピンが取れるといったね印象がありました。
まあ、安定性を考えますと今回のねこのポイントビットの選択もね、まあ、悪くないんじゃないかなといった感じです。まあ、今回ご紹介したこの3つのうち、まあ、個人的にはね、まあ、最もこうバランス的なね動きをするカスタムかなというふうに思っております。はい、本日はねベイブレード X のレアベイゲットバトルから入手できる激レアベイ、こちらのエアロペガサスの、まあ、こちらのですねおすすめ改造について今回ね、まあ、3つ紹介させてもらったんですけども、本日の動画いかがだったでしょうか。まあ、こちらのですねエアロペガサスについては、まあ、重量もね 38g 台と、まあ、あのフェニックスウィングとか、まあ、コバルトドレイク、そしてホエールウェーブですね、まあ、それらと並ぶね重量級ブレードということもあり、まあ、めちゃめちゃね性能気になる方もね非常に多いんじゃないかなというふうに思っております。まあ、あとね最後にお伝えしたいと思っているんだけれども、まあ、シンプルにアタックで、まあ、ウィザードロットを飛ばす性能に関してはですね、まあ、やっぱりですねこちらの、はい、フェニックスウィングの方が、まあ、ベストかなっていう感じですかね。まあ、もしくはですね、まあ、皆さん大好き、はい、こちらですよ、はい、ドランバスターね、まあ、相手だとねめちゃめちゃこれしんどいんですけど、まあ、味方になってくれるとめちゃめちゃ心強いと言いますか、まあ、今のところね本当最強だなっていうふうに思っております。まあ、あのもちろんこちらのエアロペガサスもオーバーやエクストリームっていうのはね、まあ、決めてくれることはあるんですけれども、まあ、あともうちょいねなんか火力が足りないかなっていう感覚がありました。まあ、とはいえ、まあ、アタックに対してはね、まあ、今実際使ってみて、まあ、スピンが取りやすいんじゃないかなっていった良さがねありました。まあ、今回ですね、まあ、ラチェットも960でね、まあ、統一してご紹介させてもらったんですけれども、まあ、よりアタック向きで、まあ、運用されるんでしたら、まあ、160とか、まあ、あとはですね、まあ、遠心力で姿勢をキープしたいんであれば、760もね、まあ、全然ありかなっていうふうに思っております。はい、まあ、こちらねエアロペガサスなんですけども、まあ、入手はねなかなかやっぱハードル高いなっていうふうに思っているんですけれども、まあ、ぜひねゲットされた方の、まあ、意見もねコメント欄で教えてもらいつつ、まあ、ゲットしたばかりの方、そしてこれからね、まあ、ゲットするかもしれないね入手するかもしれない皆さんにおかれてはね、ぜひね今回の動画参考にしていただければ嬉しいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今回ねこの辺で動画終わりにしていきたいなと思っております。それからですね、あのルカチャンネルのチャンネル登録者数が1万人いってるということで、先日ねあの大会 G2 大会三島トイさんにお邪魔した時に、1万人登録者の盾を自作で制作していただいていただいたんですけども、本当にありがとうございます。引き続きですねあのルカチャンネルですね、まあ、あのイベントの映像とか、大会に行ったりとかしてね、まあ、大会の方はね最近ちょっと頑張っていきたいなって力入れてきていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、それではねこの辺で動画を終わりにしていきたいなと思っております。このルカチャンネルではですねベイブレード X の最新情報や商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、そしてシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャー。